はい、ロケフレッサー、今回はね、シングル戦で空気となってしまったこの重量タンクを使っていこうかなと思います。正直こいつ別にそんな弱くなってないんだよ。いや、弱くなってないって言うと語弊があるんだけど、まあ、アサルトブーストの使用調整によって、ちょっと使いにくくなったというか、アセンブルが脳死でしづらくなったっていう感じになってて、チーム戦だと結構多いらしいんだけど、俺チーム戦全然やんないからわかんないんだけど、シングルだと、マジで見なくなったし、ネットの話とか見ててもガチターンは弱くなったとか、シングルでタンクいねえぞみたいな、軽量タンクしかいないみたいな話になってるっぽいから、まあ、こいつを使って戦っていこうかなと。で、こいつが減った理由ってシンプルに、まあ、軽量機が強化されて引き打ちがめっちゃ強くなったから、引き打ちに対してアサルトブーストで今までは特攻で近づけてたけど、重量を重くしすぎるとアサルトブーストもあんまりにも遅すぎて近づけねえよっていうのが弱点になりすぎて、まあ、そこの流行ってる汗に対する相性がきちいなって話だったと思うんだけど、まあ、引き打ち確かにめっちゃ強くなったんだけど、引き打ちに対する対抗策の傾きとかもマジでめっちゃ強くなったから、正直今、対引き打ちを少し意識してアセンブル組めば引き打ちそこまで一強ではねえなって思ってるわ。で、武器は両方ともこの LRA、レーザーライフル A を持って、こいつのチャージショットがまあ強いんだよ。DPS も結構高くて、しかもオーバーヒートゲージが8割9割フォーンって溜まっちゃうんだけど、次のチャージが溜まりきるまでにオーバーヒートゲージ下がりきるっていう、使いやすくて強いんだよね。で、肩はこの硬派キャノン、オーロラをも使っていくんだけど、こいつ確か EN 負荷も軽くなったのかな。ってのと、EN 射撃武器適性が乗るようになりましたよと。どういうことか、リロード時間 5.5 秒、遅いねーってなってたのが、めちゃくちゃ速くなった。2.5 秒とか、そんぐらいまで短縮されるのかな、確か。2.5 秒じゃねえか。まあ、3秒弱。まあ、めちゃくちゃ連射できますよ、みたいな。なおかつ、これ、遠距離とか近距離で相手にめっちゃ刺さりやすいんだよ。だから、密着してくる近距離に相手も、対しても、まあ、そこそこ強い。引き打ちをする軽量機野郎も、ぶち殺すと。で、これ、衝撃力 102×4 に対して、衝撃残量 102×4 ってどういうことかっていうと、衝撃力400ちょい与えるのが全部衝撃残量として残りますよってことなんだよね。だから、まあ、何この、エネルギー兵装の中では比較的スタッガーを取りやすい武器になってて、これと他武器を組み合わせると、まあ、そこそこスタッガー取れちゃうと。悪くないよね。で、頭はね、このシュナイダーの拡張頭部パーツ、こいつがね、まあ、シンプルに姿勢安定制御が高くて、結構優秀。あと、個人的にスキャンのね、待機時間が 3.6 秒しかないの、これなんとなく使い勝手が良くて気持ちくて好き。あんまり意味ないけどな。で、胴体はエフェメラのコアパーツにしてるんだけど、まあ、エフェメラじゃないとそもそも EN が結構カツカツっていうのと、供給効率もね、他のやつだとね、めっちゃ遅くなっちゃうんだよね。まあ、タンクだからそこまで気にしなくてもいいんだけど、まあ、あんまりにもガツカツだときついよねっていう。で、腕も、連射速度がめっちゃ低いから、この反動制御はほぼ捨てていい。だから射撃武器適性オンリーのシュナイダーの腕と。で、重量タンクパーツね。で、FCS は、まあ、近中で戦うのがおそらくメインになってくると思うんだけど、まあ、40あれば十分でしょうと。腕のね、射撃武器適性も高い、射撃武器適性も高いから、ここのアシスト特性はそこまで重要視しなくても、ある程度あれば大丈夫だな、かなと思ってる。どっちかというとこのミサイルロック補正を150って高いのにすることによって、肩のオーロラが爆速で相手をロックしてくれるんだよね。で、もちろん射撃武器適性マックスの VE20B 装備しちゃいますよ。で、どうしよっかな、パルスアーマーで、こっちのさ、スタッガーゲージが溜まった時に逃げる手段が正直結構乏しいから、パルスアーマーで、スタッガー一回逃げたいなーって感じで、使っちゃおうか。だから本当はスタッガーがギリギリになった時に使うのがいいんだけど、俺はいつもスタッガーした後に使っちゃうから、マヌケなんだよね。さあ、お相手さんは、うわー、まあ、軽量ミサイルマンだね。まあ、でもミサイルマン、引いてるとどうなると思う？オーロラの餌食出せって言いたいんだけど、相手の引く能力、つか遠距離戦能力が多分俺より高いので、非常に危ないんだよね。まあ、でもオーロラも結構すごいから、うわ、垂直ミサイルか、厄介だな。それを見せていきたい。あーもう、厄介だ。てめえ、厄介だ。並走してやがんな。うい、オーラで、いじめてあげたい。溜まっちゃうぜ、スタッガー。スタッガー溜まっちゃうぜ。ほら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 。ガチタンの、硬さを、舐めちゃったらあかんぜよ。これあと一発当たれば勝ちなんだよな。つっても6割削られたか。痛いな。
こういうね、引き機体とかミサイルでめっちゃ遠距離戦頑張りますよみたいな相手に対してはね、オーロラの火力とガシタンの、なんていうの、耐久力で、まあ、戦えちゃうんですよね。ポン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 。ね、痛い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 。ね、ミサイル痛いよ、君。どうしてそういう意地はしちゃうの？俺、壁に突っかかってる。何やってんの？おい、おい、ほら、絶え間なく残幕が、お前の元に、マップを理解してなさすぎる。マップの端に追いやられてる。これは俺が袋ネズミされてるってこと？ここで一回アーマー挟んで、スタッガーゲージ回復させてもろて、ほら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 、お前ミサイルマンなら遠距離戦を仕掛けてきたらどうだい？オーロラの餌食だかな。当たらねえ。あとちょっとが当たらねえ。オーロラ次同時で撃つか、同時っすか、あのちょいディレイでデュリュリュンって撃つとこうなるんですわな。つか今の距離で当たっちゃうの、オーロラえぐない？ほわー、これがタンクの力ですよ。ちなみにあの軽量ミサイルも今めっちゃ流行ってるというか、なんて言うんだろう、人気が高いとも言い難いな、なんかお手軽に強い方の枠ではある。さあグリッド086にお邪魔させてもらって、相手はスタンガンと、あー、スタンガンでスタッガー取って、チェーンソーでワンバーンっていうやつだね。パルスアーマーじゃなくてターミナルアーマーの方が良かったな、これは。まあでもやられる前にやればよかろうなのだ。まあ俺は一回パルスアーマーでスタッガー無効権利もあるから、その間に相手軽量機だから多分中量機なのかな、まあそれをやられる前にやりきりたいところではある。分裂ミサイル、なんだっけ、二連装追ミサイルを持っているのも厄介ではあるが、いって、やべ、ちえ、素当てしてきやがった。チェーンソーでスタッガー取る運用なの？ほらほらほーれーほーれーほーれー。あれ、もしかしてオーロラと LRA やばい？さあフェス2速攻でぶち殺したいね。さっきはちょっと不覚を取ったが、次はスタッガーじゃねえ、一回もチェーンソーを当てられたくない。チェーンソーで相手に気持ちよくなられたくない。てかね、あれなんだよね、オーロラを撃ってる位置関係が非常に良くない。やばい、やっちまった。うわ、ぶれ。オーロラマジでめっちゃ離れてから撃つか、めっちゃ近づいてから撃つかじゃないと、多分ね、中距離ってほんと当たりにくいんですよね。当たればよかろうなのだ。さあ、お相手フルフルさんは、ニードル、ん？ちげ、なんだっけそれ、半ミサか。あの、二つ目の半ミサと、レーザータレットと太陽盛りだ。なるほど。太陽盛りとかは全然逃げればいいだけ、後ろに下がれば太陽盛り当たんないからいいだけなんだけど、レーザータレットが厄介。そして障害物のないウォッチポイントデルタなので、まあ、お互いに火力のぶつかり合いで、今 DPS が超向上中の、そのレーザータレットは非常にまずいが、れー、あれがないってことはよ、障害物がないってことはよ、耐久力の高い方が強えんじゃねえか？やばい。でも相手の、スピードに翻弄されている、スティールヘイズのスピードで翻弄される。やめて、痛い痛い。レーザータレットの DPS マジで無駄に上がっちゃったから非常にまずいが、簡単にスタッガーが溜まっちゃうね。ホーレイホーレイホーレイ、ゼロ距離でオーロラ撃っちゃって外れちゃって、ホーレイホーレイ、当たんないんだが、俺の攻撃当たら、当たるんだな、これがな。ウォッチポイントデルタはやめておけ。俺このセリフ何回言ってんだろうな。ウォッチポイント当たるたびに俺このスルラのクソみてえなモノマネやってるんだけど、そろそろやめた方がいいな。てかあれが、俺さっきからさ、あのレーザーハンドが、あのレーザーライフル撃つ感覚ちょっと短すぎて、ワンチャン反動が影響しちゃってるかもしれないから、そこを気をつけながら使っていきたい。こいつなんだ、太陽盛り狙ってる、キック狙ってんのかね。でもさ、あのレーザー、なんだろう、レーザータレットやめてもらっていいですか。お前ミサイルなんだから離れろよ。いや俺のセリフか、相手レーザータレットなんだから逃げろよって話だな。俺の話だった。こらい、火力高くね、わし火力高くね。